さあ、石津で飲みましょうか、タダ君。はい。ありがとうございます。カオルがね、なんか新しい店を出したということを。ゆっくり行って。ここやね。これが石津の飲み屋街。ここがクラゲになります。ありがとうございます。これちょっと車止めていきますね。ちょっと待ってな。まあここで、まあ一応行って。石津来ました。ちょっと逆光で変わる店。お前初めて、はい、ね。カットしますよ。入り口だけちゃんと取っといてあげて。これね、蓬莱、昔からある蓬莱、まあ、そのね、たかしの息子がやってる蓬莱ね、うん、で、くつろぎ屋。おー、何やってんの。手作りパン売ってんの。お茶覚えてる？うん。手作りパン売ってんの。えらいな。孝太郎か、おっちゃん、ほんなら。なあ。孝太郎か。どれ美味しい？お釣りもらえるかな。100円、うん、どれ美味しい？これと、全部美味しいな。これと、これもらうから。3つもらうから。全部はいかないですね。お釣り悩んでる。銀貨ないかお前。300円ぐらい。ちょっとある？はい。100円かもかな。100円の。よう。YouTube 乗るで。なんで？おっちゃん YouTuber で。おっちゃん覚えてる？はい。はい、300円。はい、ありがとう。ありがとう。また後で来るわな。じゃあ、おっちゃんちょっとそこのクラゲっていうお姉ちゃんに聞いてください。これなんか袋どこまで店ある？もういいじゃん。いいか。ありがとう。よし、これ入り口ちゃんと取ったって。そうですね、立ち飲みクラゲ。お兄さん二人。お、行くんや。YouTube 映るで。マジですか？昔。カットしとくか。モザイクだけ。どうぞ。はい。先ほど。はい、先生。どうぞ。YouTuber 行きます。一応広告はついてますもんね。もう撮ろうかな。わあ、クラゲでございます。YouTuber 4人組じゃないんだ。ママのカオルでございます。なんか一言。はい、はい、おっしゃ、待つわ。もう全部これカットするからね。めっちゃレモン強化。めっちゃレモン。俺ハイボール行こうかな。どうしよう。どっか。とりあえず回しながらもう勝手にこう置いとこうか。見て、クラゲのメニューです。安いね。ネギマトリカワークです。皆さん、石津に来たらクラゲに来てください。ちゃうやん。ちょ、見て、裏メニュー焼き飯って書いてたら裏メニューちゃうやん。書いてるんやから表メニュー。めっちゃおもろい。ただ言うやん。なんか俺前来た時は飲んでばっかりで食えへんかったな。頼んで。あ、見て、2時間飲み放題1800円だった。あ、そんなもんやってんの。もうええわ。見てください、マルシンハンバーグってもう書いてるもん。ハンバーグ
か売れる。インスタントラーメン。まだこんな16チェアで。な、全然あれやもんな。まだ焦げてないもんな。それ一回剥がれたんじゃん。これは剥がれた。県内はこういうような感じになっております。あ、本当ですか。モザイク入れますね。あげてもいい？あげてもいい。あげてもいい。オッケー。石杖な。ノリがええな石杖。魚屋もつぶれてる。そうやね。だから焼肉マサンってなってる。あ、ママ、はい、おめでとうございます。はい、なんかリーズナブルのお店でもう満席でね、あのクラゲの一押しをなんか言っていただける。食べ物？いや、食べ物でもいや、ここがええでっていう。なんかこれやっぱこれじゃ飲み放題1800円。あ、ゆで卵。はい。筋肉マンの作者ね。あれ、向けられたらおもろないな。そうやろ、やめて。普段もっとおもろい。これ編集難しいのある。かわいい女の子が炒めてます。一ノ瀬の人も来てくれなあかんわな。せやな、来てないの誰も。ほんま誰も来へんの。違うとこ行かん。片上くんだけじゃ。さすが俺一番。化粧のノリもいいね。なあ、ただもう一個それ二つ。あ、一個それ何これ。うなぎ、ママなうなぎの肝。こんな4本も出してくれんの。僕は4本って4本って言うたん、お前が。いや、そういうことやろ。いやいや、求めてなかったですよ。すいません。あ、純粋やな、そういうとこね。え、男性陣はいくつ？35です。あ、んで女性陣は？あ、ええ感じ。これ先のやつ、ね、ええ感じ、ちょうどええ。それがええね、ちょうど。僕はもう、え、薫の息子。あ、そういう感じ。ああ、似てる。え、けど、初めましてやな。あれ、一回、うん、作るの、あれ何やろ、なんか祭り。だんじり、うん。で、一回ママと一緒に顔出してくれます。あ、うちの長の。そうです。なんかの、いや、駅のところでやりたい。いや、もっと何回か見てません。いや、入ってきた時にペコってやるから、あいつはええ子やな。で、俺、ゆきちゃんとはずきはジム入ってくれてるからあれやから。あ、うん。それ以上にあれや思ったら、おかんかい。トライスええわ。ようできるな、おかんの前で。反対に。ほんで、長男。ほんなら、ここ何？ここは何？長男の MC。ちょっと待って、自分らは兄弟。兄弟。お前ら、ちょっとこっち来てもらっていい？邪魔。変に盛り上がるの。ええわ。面白い。そうな。それはどうも、はじめまして。また、これから覚えておいてください。はい、お願いします。なるほど。ごめん邪魔して。ごめん邪魔して。見てめっちゃ見らない。もう入ってくるな。これ全部撮ってるから YouTube 載るから。え、私も分かったんですよ。初めまあ空も映ってるよ。それじゃなくて、あの今日はええんじゃん。撮っとくか。ちょべっぴんやから。違う。今日べっぴん。いつもすっぴんやから。ああ。今日べっぴんやわ。おー、ベッペン。ちゃんとそういう時は化粧すんねんな。ジム来る時すっぴんやのに、お前ら。なあ、それお前。気合い張ってるやん、今日。ちゃんと待って。需要あるんですか、自分化粧して。すごいよ。え、今アップですよ。今アップ。やめてください。はい。
オッケー。もう今一生懸命ジム頑張って下っ腹が取れてね。これ今初めて乙女なトークを見ましたね。うわーしんどい、あーだるいとか言うてるのに今日なんかちょっとなんかこんな今日乙女やから嬉しいです、はい、ありがとうございます。キヨガッツありがとうございます。ここね、これ勝手に取ってシステムやろな。ここなんここない。あーそう、こそっと取ったらバレへんでな。あ、そう、ポケット入れたやつ。で、これは、あお、結構でかい。これ当たり目ちゃうの。200円、炙ってくれんのかな。安い。どうすんの、まあ、勝手に、これはまあまあ勝手に取れシステム。ちゃう。え、言わなかった。言うて。あ、そう。言わなかった。あ、さらに。ポケット入れたら分かるよ。そんなするしおらへん。あ、でもこんなんも勝手に取って食べたいの。言わなかった。ああ、そうなんだ。ポケット入れるやつおれへんか。石津多いね。たまにこれ昔書店やな、これってやろ。ポケット入れる。あ、このパンもこんな風に。そう、たまそう。こんな風にあって、若いべっぴんさんもいてます。